二見興玉神社では毎年端午の節句に合わせて神職や巫女が作った鯉のぼりを参拝者に授与しています。今年は今月末までにおよそ700本を用意する予定で、今日も3人の巫女が長さ70センチほどの黒とピンクの鯉のぼりを木製の棒に一つ一つ手作業で取り付け、短冊を添えていました。今月28日には地元にある2つの保育所の園児を招待し、この鯉のぼりをプレゼントするということです。二見興玉神社では密を避けるため、例年よりも5日早い明日から鯉のぼりの授与を始めます。